はい、こんばんは。カリエシリュウジンです。すいませんね、あの動画のタイトルは阪神タイガーズ所属の近本浩二選手投手のですね、サイン盗みの瞬間 だと思いますけど、すいません、その瞬間の映像はありません。本当にすいません。はい、ごめんなさいね。この動画クリックしてみた方、申し訳ないです。見たい方はね、まあなんか調べたりして、近本浩二サイン盗みとかね、検索してたらもしかしたらその瞬間見れるかもしれないので、それをしてくださいね。はい、まあ、なんですけど、このサイン盗みっていうのがねあるんですね。僕本当に、ね、野球詳しくないんですね、全然。なのでそういうのがあるんだなって思いました。今知りました、サイン盗みっていうのが。はい、まあ、すいませんね。はい、まあ、この動画を見て、野球が好きな方いますけど、僕の動画ね見てる方で、まあ、野球に詳しい方とか好きな方にはちょっと申し訳ないなって思ってますけど、すいません。はい、まあ、てなわけで、阪神の近本浩二投手がサイン盗みをしたみたいな、まあね、そういうことみたいなんですけどね、まあ、その瞬間みたいな感じでしたね。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。